皆さんこんにちは、逆転コーチングの桃井と斉藤です。本日はですね、質問が来ていたので、はい、そちらにお答えするコーナーをできればなと思ってます。はい、はい、読み上げます。はい、今前途期日模試で偏差値58の早稲田志望の浪人生です。はい、今受験校選び、受験コースに悩んでて、何校受ければいいのか、また入試日程も何連続までなら可能なのか、ぜひ教えてくださいといったところで質問が来ております。ありがとうございます。はい、そうですね、本日はこの方のご質問に答えつつ、はい、それぞれ早慶とマーチに分けて、偏差値帯にもよると思うんですけど、おすすめの受験校数だったり、挑戦校、実力総合校、滑り止めってあると思うんですけど、それらのバランスとか、入試日程何日連続までいいんだっけっていうところを、いろいろとお話できればと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。またですね、このチャンネルでは難関次第に関する受験の情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ質問者様の状況からまずお答えできればなと思ってまして、はい、今こう期日模試で58、で、早稲田志望っていうところなので、いわゆるこうチャレンジ校に近めの実力走行みたいな枠に入ってくるんじゃないかなと思うんですが、こういう、ね、受験生であれば大体理想としてどれぐらい受けるべきなのかみたいな。そうですね、全体として、実力に限らず受験校数のおすすめとしては、やっぱり8から10、11ぐらいが、おすすめにはなってくるのかなと思っています。ご費用しますね、受験を受けたら。いや、そうですね、1校3万5000円ぐらいです。そうですね、受験はお金がかかりますね。そうです、で、この質問者の方なんですけど、浪人生で偏差値58、もうちょっとやっとけよっていう気持ちはちょっとあるんですけどそうですね、58だと、やっぱりちょっと早稲田はチャレンジに近くなってしまうとは思うんですよね。ので、一旦河合模試で偏差値60ない方で早慶志望の方っていうようなバランスで言いますと、早慶はやっぱり2つぐらいに抑えた方がいいかなと思ってまして、多くても3つ、でやっぱり偏差値58からも59、60弱ぐらいの方っていうのはマーチに受かるか受からないかのラインだと思うんですよね。そうですね、のでマーチちょっと多めに5個ぐらい受けていただいて、で滑り止めも3つですね、せいぜい明学あたりで1つ、ニット大駒線で1つ2つ、でもうこれ以上浪人できないっていう方に関しては、本当に万が一の滑り止めを1つ作ってもいいのかなと思うんですけれども、今言ったように早慶マーチ滑り止めで、2、5、3くらいが妥当のバランスかなと思うので、ちょっとこちらをね、参考に質問者の方はしていただければと思いますと。はい、で受験日程ですよね、何連続受けるかっていうのはやっぱり普段受験相談や生徒さんからも聞かれる質問でして、個人的にはできれば2日連続まで、多くても3日ぐらいかなっていうふうに、個人的には思うんですけど、桃井さんどう思いますか？そうですね、前提もその方向で問題ないかなと思います。ただなんかこう緊張しやすい人とかいらっしゃるじゃないですか、そういう方であればやっぱりこう3連続とかむしろ受けた方が、なんか受験会場慣れして、最後の3日目の方がパフォーマンス高いですみたいな声とか結構聞くんですね。なんで緊張しやすい方は3連続とかあえて受けるっていうのは結構ありやったりしますね。確かにそうですね、しかも最近結構共通テスト併用とか多いじゃないですか、早稲田でもこう青学とかでも。そうですね、なんで1日に2科目ぐらいしか一般受験がないっていう方は、それだったら3連続普通に受けていいんじゃないみたいな。そうですね、特に青学やとこう午前の部午後の部みたいな最近日程分かれてるので、全然3連続受けても問題ないんじゃないかなと思います。質問にお答えすると、原則2で科目が少なかったら全然3日とか、多くて4日とか、4が結構限界値だと思うんですけど、あたりまで受けたい学部があれば受けてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。で、理想的なところで言うと、10個受けれる方であれば、チャレンジ校3と実力走行4、で滑り止め3みたいな3、4、3ぐらいが結構理想ですよね。はい、3が理想で、ただ先の方はちょっと60届いてないってとこもあって少し変則的だったんですけれども、原則で言うと3、4、3の法則っていうのを守っていただいて、なんで偏差値60から65ぐらいの方で早慶志望であれば3、4、3がちょうどいいと思いますし、例えばマーチ志望の方で偏差値じゃ60ギリギリないですみたいな人多いと思うんですよね、55から60の間っていう人で言うと、バランスとしてはどれくらいがちょうどいいですかね。そうですね、マーチ志望で今55がある方であれば、結構マーチはむしろこう見えてくるラインではあるので、結構ボリューム多くて、なんなら6から、ほんまにマーチ来たら8近く受けて、残り2滑り止めとかでも全然いいんじゃないかなと。
そうですね、うん、もうマーチ志望でそのマーチしか受けないっていう方、その偏差値55以上ある方は、うん、このチャレンジ校をそのままマーチと換算していただいて、うん、343のもう34の足した7をマーチとカウントしちゃっていい気がするので、うん、そのようなバランスで受けていただければいいかなとは思いますね、うん、でまあ一個こう皆さんに注意してほしい点としては、第一志望の受験の時にどっかの合格があるかないかってめちゃめちゃでかくないですか。めっちゃ大事ですね。大事ですよね。桃井さんちなみにありました、当時。そうですね、当時もう自分は結構全学部方式とかで抑えれたタイプなので、はいはいはい、うん、そこで結構抑えて、あの安心して受けれたみたいなのありました。いや、そうですね、自分はもうすごく反省していて、あんまりそこ考えずに、うん、滑り止めもそんなに受けなくていいやんって結構ちょっと調子乗っちゃった受け方をしてて、うん、第一志望の受験に合格がまだなかったんですよね。なんかもしこれ今日失敗したらやばいなみたいなのはすごいどっかにねプレッシャーとしてあったので、そこは皆さん一個ね合格をすでに持ってるか持ってないかみたいなところを基準にして滑り止め選んでほしいなとは。めっちゃ大事ですよね。確かに行きたくない大学を受けるのどうなんみたいな声をよくいただくんですけど、行きたくない大学であっても合格通知を見れば実際こうやっぱ嬉しいんですね。めっちゃありそうですね。で直前期になればなるほどやっぱりこう当時のプレッシャーとか明日の不安とかそういうのが結構勝ってくる時期に、行きたくない大学であっても合格しましたよっていう通知を見るだけで、まあ、自分でもこう受け入れてくれる大学あるんやみたいなこうメンタルに変わってくるんで、そうですね、結構こう安心して第一志望を望める方が多いので、やっぱりこうね第一志望の受験にはやっぱり欲しいですね。いや通知は違いないですね、うん、それ就活も一緒ですね、うん、似たようなものがあるんですけど、必ず一つは受けるようにしてもらいたいなと思いますね。そうですね、受験日までに合格が出るところを、うん、とはいえ入学金振り込まなきゃいけないとかあるじゃないですか、うん、はい、そういうところもこうバランスよく組みたいですよね。そうですね、なんかこう無駄に 20-30 万払ってまたダブルで払っちゃってみたいなことも結構見るので、はい、その辺は結構出願戦略的にスケジュール感とかも見ながら抑えていくのがいいんじゃないかなと思いますよ、ね、いや、そうですね、そこで余分に払うほどもったいないお金はないので、うん、例えば第一志望よりも前に入学金払わないといけないような大学でしたら、そこにかぶせてもうちょっと上の志望度が高い滑り止めみたいなのを用意しておけるといいかなと思いますね、うん、だんだんやっぱり大学の難易度が上がるほど日程というのは遅くなっていく傾向にはあるので、うん、少しずつこう滑り止めを積み重ねていく認識で併願校を組んでいただけたらと思います、うん、はい。ただですね、この動画見てる方の中には併願校どうしたらいいんだろうって結構悩んでる方多いと思うんですね、はい、そういう方ですね、 YouTube の概要欄に公式 LINE の方ございますので、こちらで今無料コーチングというのを枠数限定で行ってます。ぜひご連絡いただければなと思います。はい、待ってます。それでは本日の動画はこちらで以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。現在逆転コーチングでは無料で受験コーチングを体験できます。このままで早慶マーチに受かるのか不安って方はですね、ぜひ概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。